の、カズチャンネル、レーザー、食べるということで、あれそれは、せーの、アイヌパクダンゴーチェリーということで、はい、さっきのね、続きですよね。あの、まあ、さっきはもうメインメニューっていう感じで、うん、今回は、梅きょう、もろきょうなかったけどね。ライトで、うん、はい、ちょっとね、紹介だけね、まあ、名前紹介で。ここはちなみにあれですよね、熊猫こと、招き猫の、ふっさうしはま店、新しいところですよね。移転したところです。これはレーザーの、はい、レーザーは春の、なんだっけ、春恋。春恋フェア、うん、はい。桜アイス。はい。じゃあそのメニューも見せながらお願いします。これは桜アイスですね。はい、かわいい。まさに愛の爆弾。これ愛の爆弾じゃない、もしかして。せーの。愛の爆弾、ゴー、シェリー。で、これは、あ、綺麗。めちゃめちゃ綺麗これ。まさに愛じゃないの？ですね。で、わあ、声が咲きますよこれ。ね、ちょっと。はい。これが、これがあの、これ。はい。変わってますね。マネッチー。これね、新製造の新食感の、うん、なんかスイーツドリンクなんですよ。マネッチーですか。飲むね、チーズケーキって言われてるんですよ。うん、そしてもう一個が。もう一個は桜カフェ。カフェですね。かわいい。まさにこれは、せーの、愛の爆弾ゴーチェリーということで、じゃあ、実食ですか、ね、はい。まずあれ、あれじゃないですか、その水分がある先に飲んでみますか。ねえ。どうですか、うん、桜ですか、うん、マジです。桜が咲いたチェリーブラッサム。これ炭酸がね、あんま強くないよ、うん、あ、いいね。じゃあ飲みやすいんだ。だから桜の味がね、ちょっと強めだけど。あら、アインシュタインがいます。ってことはまさに、せーの、愛の爆弾ゴーチェリーですね。これね、ほんとね、気持ちいいよ。いや、これおすすめですよ。フリーサイズだからね。そうそう、女性でもね。さっき の赤いやつも少なかったけど、あれはね、うん、確かあの、S、M、L、XL で、あ、4つあるのね。多分サイズ4つあったような気がした、うん、まああれはね、次回のあれですよね、ボランを歌うときにね、見ますからね。今日はね、あのみんなのためにアインシュタインでいくか、はい、まさにね。これは今日はね、あの昨日のね、あのこれ着てましたっけ、みんな結構着てる人いましたよ、実は。そうね、あとみんなね、ペンライトね、買う人いなかった、うん、買ってる人と買ってない人がね、多かった。意外に買ってない人がいたよね。やっと、これ桜の、はい、桜バナバナで、私の同級生にバナバナっていう子がいました。女の子が声優の学校に行ってる子がいました、バナバナっていう。どうですか桜バナ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 ですか、やっぱなんかね、バナった、うん、なんか、はい、バナりました。バニラの味がね、強いかもしれない。色が桜で、バニラ風味って感じですか？そうね。まあ、でも美味しいってことですよね。でもね、そんな牛乳の味がね、うん、しないから、うん、もしかしたらあの、なんていうのかな、うん、牛乳嫌いな人でも食べれるぐらいのレベルかな。ね、だからまあ、ということで、まあ、今はコーナーが、そう、あと世の中はほら、ね、戦争でね、もう愛を祈るしかないんですよね。そうね、今ね、まあ、ルールと、あの、昨日ね、嵐も言ったけど、そうそうそう、今ね、やっぱルールがね、規制されたりとかね、うんうん、まあ、いろいろとね、まあ、厳しい状況の中だって言ったけど、うん、まあ、アインシュタインもね、そう言ってますよ。言ったけど、うん、まあ、嵐さんの言葉になっちゃうけど、うん、やっぱね、愛には無限の可能性があるから、うん、無償の愛を与えてね、無償の愛は、ね、大変ですけどね、生きるっていうし、そうです。だから、まあ、皆さんも、うん、まあ、愛を忘れず、そうです、本当その通り、あの初子消毒、そう、あ、例のね、東京はまだ高止まりが続いてますから、基本のね、初子消毒、 うがい、うん、マスク、うん、ソーシャルディスタンスで、ワクチンね、3回打っても人に移しちゃいますっていうのと、で、カズチャンネルが重要なことを言ってました。あれですよね。そう、必ず1日3回ね、検温していただいてね。で、もう7度あったらね。そう、皆さんね、7度。検診後。そう、みんなね、イエローではないですもん。ね、7度イコールね、レッドですよね。みんななんか7度5分がさ、一番熱だって言うけど、うん、その1、まあなんかね、あのその高血圧だとかさ、うん、そのなんか疾患がね、うん、ある方だったらちょっと、うん、うん、と思うんだけど。
何もない状況であるってことは何かしらそうなんです、こうなりたくて可能性があると思うので、うん、もうあのそしたらね申し訳ないんですけど、まあ、病院には行ってちょっと PCR ね今の確かにキット買えちょっとそうすぐにできるから前と違ってねできるらしいって言って早期、うん、すぐに検診の結果出るらしいんで、それをやるだけで、まあ、職場の人の迷惑も避けれるし、うん、自分のね守ることもなるので、だから近いうちまた会いたいので、そうじゃあ例のいつものねあれですよね、せーの、愛の爆弾ゴーチャリー、また。